でもお兄さん、やるのはちゃんと武装してからにしよう。何？お兄さんの獲物はその太刀じゃない。ここにある。わかるでしょ？わかるはずだよ。もう縁は結ばれている。ここだ。お兄さんの武装はここにある。なんだか知らないけど、よまいごとを並べるしかすることがないならまとめて潰すわよ。呼んで、お兄さん。なお、虎徹。獅子には肉を、犬には骨を、竜には無垢なる魂を。今宵の虎徹は血に飢えている。チャチャマル、あんたは一体。さあ、戦いだ。果てらぬ偉人だよ、お兄さん。チェッチは六原筆頭、今川雷長。相手にとって不足はないけど余剰もねえ。アテラが勝つに決まってる。ミド、いったれ。お、
いやめっちゃ苦戦しましたね。そうだな。勝率100回に1回程度だったのではないか。冷静に考えてそんなもんですね。お前の言うことは二度と信じないようにしておく。ムワンモアチュンス。戻ってくるよ。お姫は必ず神に至る。神を奪って帰ってくる。だってお兄さんがここにいるんだから。あのね、お兄さんに教えてない秘密がまだ一つだけあるんだ。言ってみろ。うん、実はさ、一目惚れだったんだ。最初に声を聞いた時から好きでした。知ってた？そうか。この光を敵と憎み殺すか。ならば心せよ。我らの制約は善悪操殺。光を殺せばお前はその雲をも殺す定め。それでも良いなら来るがいい。Don't you
思い出したことがある。お前は言ったな、村政を抱えて引っ込んでいればよかったと。そうだ、俺はそうしようと思えばできた。人を殺してでも人を救いたかったからだ。それで続ける。この世の争いを全て収める。将棋で言ってんのか。違うかもしれんな。てめえがどうやってそんなことを仕留める。花でも配って戦争はやめなさいと言って回るのか。まさか。なら知れたこと。最小限度の殺戮で戦争を撲滅する。おかしいか。いや、おかしくはねえな。おかしくはねえが、てめえはそれをまたいやいや泣きながらやるのか。ソリマチ、勘違いは迷惑だ。ああ、俺は最初から嫌がってなどいない。嫌ならやらん。やりたいからやったのだ。当たり前のことだろうが。本当にやりたくないことをやる人間がどこにいる。これからもだ。俺はやりたいからやる。殺したいから殺す。だったらてめえはあの時どうして泣いた。泣いてなどいない。だがもし泣いたように見えたなら、笑っていたのだろうよ。涙がこぼれるほど楽しくて。てめえがやるのは悪鬼の所業だぜ。知っている。やり遂げられんのか、坊ちゃん育ちのてめえによ。ああ、俺は俺の邪悪を信じる。け、そうかよ。じゃあ勝手にしやがる。そいつと一緒にな。そいつ返してやる。Muramasa。 ソリマチ、なんで行くのか。今日のところはこれで勘弁してやる。ミド、あの男はあなたに自分を殺させて、それから私も殺させようとしたらしいな。私はそれでも構わなかった。私さえ亡くなればあなたは戦いを忘れて生きられるって思ったから。本当に
続けるの？あなたは本当にそれでいいの？ああ、俺はこの世の部を支配する、頂点に立つ、そして求められるまま誰にでも力を貸す。勝利したい者は俺の力を欲するだろう。だが代償は支払わせる。その者自身、その者の大切な誰か、守るべき者、善、正義、それを敵を殺す代償に奪う。善悪総殺、この部を世に敷く。誰もがそれこそ闘争の真実なのだと知り認め、地上から戦いが絶えるまで。いいと。村正、お前はどうする？一緒に行ってくれるか？私は。あったんでしょ、お姉さんのような人が夕日を殺したのなら。その意味がどんなものかは聞きません。今は聞きたくないです。夕日の命と引き換えにされた何かのことなんて僕は知りたくない。でもお姉さんはその意味を大事にして守ってください。せめてあなたはそのために夕日を犠牲にしたんですから。私は善悪総殺の誓いを心金に刻む村正、何よりもあなたを主とする剣だから。あなたが力を求めるなら応えるまで。おや、おいででしたか。ええ。おっほっほっ。ご覧の通りの始末です。あんた方はこれからどうなさるんで？そうですね、ひとまず見守ってみましょうか。どこまでやれるか。復讐ならいつでもできますしね。さようでございますな。あやねの嬢さんは？やっぱりお行きなさるか。人のことよりあなたはどうされますの？あたしゃ帰りますよ。あいつはもうどこにでもいる悪党だ。相手しちゃいられません。組に戻って仕事をします。幕府が崩れてからこっち食う分稼ぐのも大変でしたね。そう、せいぜいお励みなさいまし。では。
おい、てめえら作業はどうしたんだよ。はあ？橋だよ、さっさと完成させろ。知るか、お前らで勝手にやれ。なに？ダメ。あ？光棒？喧嘩ダメ。ワオ、ワオ持って、ん？うん。輪を持って、トートした巣。